こんにちは、沖縄町フラチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは故郷の光景を懐かしんだり、行ってみたい、住みたいなどの参考になれば嬉しいと思っています。本日は熊本県の西部、天草地方、天草市、天草市役所周辺を散策したいと思います。というわけで十万山公園展望台に来ています。標高220メートルの山頂、天草市街地を一望できるほか、有明海、八代海に浮かぶ島々の眺望が楽しめます。公園内では河津桜など約100本の桜が咲き誇り、開花時期の2月から4月頃には展望所から市街地と満開の桜の景色を見に訪れてみてください。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。天草市役所に行ってみましょう。はい、天草市街中央の天草市役所にやってきました。人に優しく合理的な庁舎を主なコンセプトとして、ユニバーサルな空間を機能的に構築された市役所は2019年5月に完成。熊本地震の経験に基づく強い設計と、最上階では地元の木材を多く採用されました。それでは本日は天草市役所から中央銀天街の商店街を抜けて本堂諏訪神社までを散策していきながら、天草市の説明を挟んでいくんですが、天草市の成り立ちは2006年本土市、牛深市、有明町など2つの市と8つの町が合併して天草市が発足しました。天草の語源はいろんな諸説がありますが、海の人と書いて天に由来すると見るのが最も適当と言われています。熊本県の西部に位置し、東シナ海、有明海、八代海の3つの海に囲まれた天草諸島内にある天草上島、下島の一部、御所、浦島などで構成されています。暖流の影響で海岸部の一部に無双地帯があるなど、冬は暖かく夏は比較的涼しい地域で、現在の人口は約7万2000人ほどで、熊本市、八代市に次いで第3位になっています。また総面積は 683.87 平方キロメートルで熊本県の最大となっています。天草は青い海に囲まれた大小120余りの島からなる諸島で、九州の本土とは天草諸島を結ぶ橋の天草五峡の北より最も海面から高さのある天文峡、ベージュ色のアーチが特徴、大谷の橋、中野橋、五峡の中で一番の長さ510メートルを誇る前島橋、赤色の松島橋があり、宇城市の三隅から大谷の島、長浦島、大池島、前島を経て天草上島まで5つの橋で、昭和41年に完成し結ばれました。またここから眺める夕日は日本の夕日百選、日本の道百選にも認定され、1号橋から5号橋の間の国道266号線及び路線に重複する国道324号線の約15キロのルートは、天草の真珠の養殖が盛んなことから天草パールラインと名付けられ、人気のドライブルートになっています。県庁所在地の熊本市から天草市役所本庁のある本土まで自動車で2時間ほど、最南端部の牛深まではさらに1時間ほどを要し、また空港港湾の機能面では福岡空港や熊本空港、大阪の伊丹空港とつながる空の玄関口天草空港や、海の玄関口として長崎県の南島原と結ぶ鬼池港、鹿児島県長島町と結ぶ牛深港、獅子島を結ぶ中田港などが整備され、交通の拠点となっており、複数の橋を通じて交通インフラを築いています。天草は市の名前なのはもちろん、約120もの島々からなる諸島の総称でもあり、海に囲まれた地域であることから海の幸に恵まれているのが特徴で、天草の海では多種多様な魚介類が水揚げされており、250種以上の海産物が市場に上がります。養殖にも最適な環境であることから、
明治時代に日本で初めて養殖に成功した車エビや天草産最高級の生きアワビは低カロリー高タンパクで滋養競争、疲労回復、肝機能を改善、高血圧の予防に効果的。ウニ通をうならせる天草のウニは1年を通して美味しいウニが取れる全国でも珍しい場所で、春には紫ウニ、夏には赤ウニ、冬にはガゼンウニが味わうことができ、天草産養殖トラフグは天然を超える美味しさと評判で、他にもタコがハチマキをして丸ごとドーンと出てくるタコステーキに、天然塩はメディアでも取り上げられるほどです。太陽の光と心地よい潮風、温暖な気候に恵まれた農作物では県内で最も早く出荷が行われ、超早場米の産地として全国の産地に先駆けて新米のコシヒカリ、柑橘系では別名ジューシーオレンジとも呼ばれる天草晩柑にデコポン、牛と豚と鶏にもそれぞれのブランドがあり、高級和牛としておなじみの松阪牛や田島牛の元牛ともなった天草黒毛和牛、オリジナルブランドの天草プレミアムポーク、天草地区で飼育され、大型の鶏で幻の鶏、天草大王と書ききれないほど様々な食材の宝庫です。自然にアクティビティでは野生のイルカに会える島、通詞島沖合には約200頭の南バンドウイルカが暮らし、イルカマリンワールドはクルージングサービスを提供し、一年中イルカが見られるイルカウォッチングは天草観光における目玉です。また環境省が認定する日本の海水浴場100選の白鶴浜海水浴場や、九州でも屈指の透明度を誇りウミガメが産卵に訪れるモグシ海水浴場、潮干狩りなどが楽しめるスポットも多く、一大イベントでは天草の春の風物詩牛深ハイヤ祭りは、牛深ハイヤ節という伝統的な民謡をもとに開催されるお祭りや、夏から秋には中心市街地の本土でも天草ハイヤ祭り、冬にはイルミネーションイベントの天草ロマンティックファンタジーが開催され、陶磁器の原料の一大産地として毎年秋には天草大陶磁器展が開催され、到着したこちら本堂諏訪神社では毎年11月1日から7日に例大祭の本堂市が開催され、2日と3日は神幸行列が行われ、威勢のいいみこしや子供たるみこし、幼児大名行列が町内を練り歩き、開催期間中は境内での植木市、露天市が立ち並び、豊産行事として全天草の各種スポーツ大会、文化行事が開催され、天草最大のにぎわいを見せます。それでは最後は南蛮文化やキリシタンの歴史を伝える世界的な文化価値がある場所にてお別れをしたいと思います。カトリック砂鉄教会は長崎の建築家手塚義介によって設計されたゴシック様式の教会で、現在の教会は1934年フランス人宣教師ハルブ神父の時代に再建され、その堂内は国内でも数少ない畳敷きになっています。海の天主堂とも呼ばれ、教会が立つ漁港一帯は日本の渚百選、日本の香り風景百選に選ばれ、2011年には天草市砂鉄漁村景観が国の重要文化的景観、2018年には天草の砂鉄集落を構成資産に含む長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産として世界文化遺産に登録されました。道内は写真撮影ができませんでしたので、その目で道内や漁港の街並みマリア像を見に訪れてみてください。というわけで本日は熊本県天草市天草市役所周辺を散策してきました。海に囲まれる文化価値がある街、この動画を通して少しでも天草市を知ってもらえたら嬉しいと思います。それではこれからもいろんな街を歩いて回って散策していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。